あなたの女がネバネバ納豆機など、練習すれば必ずできるという自信ができるでございます。新曲もちゃんと何度も練習すれば酔いどれ知らずも弾けるようになります。本日はショパンでさようなら。できると思えばできるのです。練習もピアノも何も恐れることはないのです。ただ環境が少し皆さん今は環境がもう少し良い環境で練習すれば必ずできるようになります。冷房のある電気がこうこうと明るくついた環境で弾く、栗は栗でも驚いた時に出るのがびっくり、ひごっひごっとなるのがしゃっくり、しゃっくり出たら水を一気飲み、ひごっ。皆さんもゆったりおおらかに練習すれば必ずできるようになります。一曲弾けると大きな自信を味わうことができます。先生も和弦の多い曲、平音記号の地図に難しい曲もちゃんと書くことで効率の良い練習方法とは、ちゃんと和弦の多い曲も平音記号の多い曲も書くことでちゃんと読譜力もついてくるのでございます。先生もまだまだ未熟でございますが、謙虚に日々まだまだ頑張れるや。明日もそうなったかな。何が出るかはお楽しみ。発狂のことのこと。